DMM 動画をご覧の皆さん、こんにちは、伊藤美月です。この度、週末のハーレム VR 片桐レアのモーションアクターを担当させていただきました。週末のハーレムは少年ジャンププラスで連載中の近未来エロティックサスペンス漫画です。累計発行部数300万部を突破した本作の初の映像化が週末のハーレム VR です。週末のハーレムの世界に入り、原作で人気のあったシーンを映像化したシリーズ初の VR 作品です。魅力的なキャラクターたちが目の前であなたを誘惑し、ハーレム状態になれるという夢の体験ができます。週末のハーレム VR は周防ミラ編、東堂明編、ハーレム編の3種類と全部入りの総集編の全4種類、主人公になって漫画で人気のあったシーンを思う存分楽しんでください。詳しくはホームページをご覧ください。週末のハーレム VR は2019年春発売予定です。大興奮の没入型映像、ぜひ体感してみてください。